リラックスをしてないと口の中乾くんですよ。そうですね、うん、だからやっぱり寝るってこと、寝るのもまあそうなんですけど、うん、まあちゃんと肩の力を抜いてお休みになるように、そうですね、うん、しなきゃいけなくて、うわぁそこが痛いて、力を抜こうと思うとやっぱ眠くなりますね。はい、眠くなって大丈夫ですよ。もう寝ちゃえみたいな。なるほど。ということは人は痛みの中でも寝れるってことですね。痛みの種類によるんじゃないですかね。めちゃくちゃ気持ちいい、はい、硬いですね、足の裏も。そうですね、うん、なんだ私、硬いんですなんか、足首がっていうよりなんかこの側部が伸びないですね、返りがあんまないですね、土踏まずが突っ張ってますね。足の裏、痛くなったりしやすくないですか。いや、裏は痛くないですよね。あ、そうですか。あれ、たくさん歩いたりしても平気ですか。そうですね。合ってる靴を履いてば。指開いたらミシミシ言ってました。血管住宅みたいな。Thank you.
っくりした、痛いです、ね、夢見てた今一瞬にして硬い。腰の状態も良くなさそうですね。本当ですか。うん、違う布団で寝てたっていうのは、痛いですね、響く、うん、うん、やっぱり凝っちゃってます。魚になった夢見てたいい夢ですね、うん、そうですね、うん、ももが、結構座ってました。座ってること多くなかったですか。運転が多かったですね、運転が多い、ここ最近、うん、なるほど。やっぱりなんかね、座ってるとやっぱ硬くなります。痛いですね。怒ってますか？大丈夫ですか？ちょっと怒り始めてます、ね。怒らないでください。そうすると足の、うん、なんて表面、うん、表の方が、はいはいはい、痺れますね。あ、ビリってくる、なんかちょっと右の方により体重乗せるような座り方になってますか、ね、ああ、そうなのかな。右ハンドルなんでね、うん、車が、うん、なんかね、感じ違いますよね、押されて。そうですね、全然全然こっちは柔らかいんですよ、うん、はい、気持ちいい、はい、もうこの辺ちょっとありますけど、でもまあ右に比べたら全然なんですよね。そうなんですよ。なんか右は結構こう大きい範囲でかなり強い凝りがあったんですけど、うん、なんかだいぶ違うんで、全然です。そうですね、だから多分姿勢の中で左右差が、はい、普段おありなんだと思います。
鎖骨を折ってるんですよ、うん、私。それで右に傾いてるかも。全体的に。それだと確かに合荷点がいきますね。右の方にちょっと重みが来てるってことなんで、はい。何してて鎖骨骨折しちゃったんですか。あ、バイクですね。あ、バイク、はい。16歳で。おお。無免で。ダメですね。やんちゃだったんですか。そうですね。あれですね、命が無事でよかったですね。本当に、それです。バイク怖いですよね。でもまだバイクなんですもんね。はい、怖いですね。心臓強いですね。そうですね。あんま怖いことないですか。お化け。めっちゃ怖い。ホラー苦手。めっちゃ怖いです。怖いです。今度ね、はい、玉ヶ谷ってわかります？知ってます？玉ヶ谷わかんないです。山形県の玉ヶ谷村っていう座敷わらしが出るところがあって、うん、そこに来るんですよ。来年なんですけど。旅館有名なのありますよね。1年に1回、1年前に予約なんですよ。でもうほんと4秒でか4家族しか、はい、もう、はい、取れなくて、あ、家族で行くんですか。いや、はい、4軒、家族で行くかね、20人ぐらいで行くんですけど、でそれ座敷わらし見るといいことが起こるみたいな、誘われてるんですけど、行く方向ではいるんですけど、はいはいはい、ちょっとまだ断ってるんですよね。座敷わらしも怖いんですか。怖いじゃないですか、そういう目に見えないものというか実体がないもの。例えば人の裏切り怖いじゃないですか、人の裏切りって怖いけどやり返せるじゃないですか、その人に。あ、はい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 、だけどお化けって怖い思いしてもそいつに怖い思いさせられないから。座敷わらしはいいやつじゃないですか。いいやつですよね。それでもやっぱ怖いんですか。怖くないですか。いやー、なんかだってな、実体がないというか目に見えないというか、はい、まあ人の裏切りも目には見えないけど形に出るじゃないですか。はあ、はあ、いや私生きてる人の方が怖いっすね。人の裏切り？いや裏切りがどうこうよりもなんかまあなんかお、まあ、なんかの怨念というか。怨念ね。生き量とかね。はい、はいはいはい、生きてる方が何考えてるか分かんない。だったら資料の方がいいみたいな。の方が実際にはなんかそのあないじゃないですか。生きてる人の方が。なんか例えばナイフ持って襲ってきたりとか出てきるわけで、あんま経験がないんですよね、その生きてないものから怖い思いをしたことが。ナイフ向けられたことがあるってことですか。いや、ないですけど。それはないんですけど、なんかでもやれるじゃないですか。まあね、でも私殴られたことあるんですよ、見ず知らずの人に。え、何にも知らなくて、うん、いきなり、うん、なんで、どういう状況で。子供の時に、うん、うちの学校の通り道に、うん、通う施設みたいなのがあったんですよ。そこの生徒さんが、うん、なんかちょっとご乱心で脱走してきて通りがかった私を殴ったんですよ。殴るっていうか往復ビンタをし続けるっていう。あ、なるほど、はい、結構そのこう正確に自分の判断ができない、多分状況が多分そうですね、ちょっと凶暴な気分だったのかもしれないですね。それは怖い。私、知ってる人にめっちゃ殴られたことありますね。それは恨みを買ってですか。中学生の時に、はい、決闘だみたいな感じでボコボコに、ボコボコ、やっぱ中学になると勝てないですね。あ、男の子がそのやってきたんですか、中村さんに。うん、へ、男なのに女の子殴るってちょっとおかしいですね。それは負けますよね、それ男の力じゃね。私ね、勝てると思ったんですよ。はいはいはい、余裕で勝てると思って、はい、全然勝てなかった。悔しかったですね。めちゃくちゃ悔しかった。だから意地悪し続けた。でももともと
とそのムカつくって思われたから殴られたんですよね。何なんでしょうね、忘れちゃったんですよ、それは。あ、理由は、うん、そうなんですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.